松本でしょ。そうそうそう、あの信州大学の附属松本でしょ、中学校で。ちょうど私の3年生の時には NHK のコンクールで全国3位になった。まあ、それは別にチームワークの成果ですから。まあ、でもとても元気そうなので。いや、ありがとうございます。本当にみんなに迷惑かけてね。この、まあ、あれができなかったらどうしようと思ってた。松本のそのフェスティバルがね、斎藤記念が今で戻れなかったら。ギリギリに、この間の土曜日に正式なのをタングルとやって、その前は塾をやって、日本で。少しスイスと塾を、教育で入ってった。教育だとね、結局そんなにたくさん指揮しないからね。教える時間が長いから、うん、でもそういう新しい世代を育てるってのはとても充実感があるじゃないですか。今これから奥志賀に戻って奥志賀で7組のカルテットやってる、面白いですよね。その音楽の方はもう僕なんかもう病気してらんないぐらい分かるな、すごいですよ。どういうんですかね、からどうなってるか分かんないぐらいすごいですよ、世界的に。今なんでだろうね、日本も韓国、日本、中国、それからあれもヨーロッパも、すごいですよ。特に壁がほらなくなって、こういうあれがあったでしょ、優秀なのが昔の壁の向こうから来るから、きっと昔もいたんだろうけどこっち来れなかった、来れる。中国多いですよ、中国人が多いせいかもしれないけど、すごい。ここに何人来てんだっけ。3人か。インドってのはどうなんだろうね。それは分かんないね。インドはズーベンに聞こうと思ってたんだけど、すごいんですけどね、インドのそのあれはね、 IT なんていうのは何でしたっけ。あとブラジルってどうなんだろう。いやだから、まあ、ブリックスの国考えていくと、まあ、ロシアはね、もともといたんだけども、中国が出てきて、インドとブラジルってのは人口的に多いからブラジルはもっと他の音楽にいっちゃうのかなでも音楽的のはサッカーの才能同様あるんだろうから、ブラジルは。もちろんあるんだろうからね。シックの方はあんまりね。アルゼンチンはいますよ。カルスカイはアルゼンチン。池松さん、コントラバス。誰？コントラバスの池松さんってブラジル生まれなんですよ。おさんの NHK 交響楽団の、ね、うん、リーダーだったのは、うん、今オーストラリアニュージーランドの、ニュージーランドです、ね、今よく市が来て教えてるんですよ、面白い人でね、教えることに興味してる。アレクサ42です、ね、あ、そうです。だんだんそういう世代が出てる。あの東京カルテットの初めからいた原田貞夫ってチェロね、うん、あれもやめてやるよ、うん、そのカルテット、うん、今教えるもやってる、うん、スイスでも一緒に教えて、うん、ここでも一緒に教えて、なかなか面白い。塾もやって、塾もやって、うん、教える方はもうリーダーで、じゃあ今度27日にいらっしゃる、はい、その時にまたうまくいくようにやんないと病気した後だからね、あんまり病気したからダメだったって言われるといけないから緊張しますよ6ヶ月休んだからね、初めて。神様からもらったって言って休んだんですけど、うん、いやそうなんでしょう、きっと。分かんない、分かんないですよこれ。こういう商売は長く休んでると勘が戻るまで大変だってみんな言うから、うん、気をつけてやってください。まあ素晴らしい演奏、ありがとうございます。どうもありがとうございます。どうもした。どうもした。どうもまた。はい。どうもありがとうございました。はい。はい。はい、元気そうです。はい。
分の自己満足で恋愛してるんじゃないか、人に喜んでもらえるようなことができればいい、人が嬉しい表情になればいいなと、だからそういう場所がどこかにあれば、それはどんなジャンルであっても、だからそれで私はサービス業だって言ってたの。我々は流通業なんですよ。音楽の方にも追い出してください。音楽は才能、バイオリンちっちゃい時やってたから、やってたんで、今聞いたの、そうなの。松本で、うん、あのいや東京にいる頃からちょうど、まあ、才能教育だったんだけど、この教室まで来て3歳半くらいかな。あまり上手にならなかったな。中学の時は合唱部。